ですよね、法王になるための。それがここで行われてると思うんで。暗黒大樹の歯がね、うん、ここ刺してましたね。今、見せれなかったけれど。ここに来るのは二度目かな。一回目は動画になってないか。したっけな。してないよな、多分。ご列席の諸侯もご存知の通り、亡くなられた前法王は数多の祈りと涙とに見送られ安らかに天に召された。よからぬ噂を立てる者もあるが、まこと天寿を全うされたのだ。しかし私は次の法王に即位する気はない。いや、正確に言う、これまでのような法王として飾り物にされる気はないのだ。王とは何だ。ただ王家に生まれついた、それだけの理由でわがまま放題貸し付かれ暮らす王とは、ただの兵士には王のように振る舞うことは許されぬ。たとえその兵が王の器を持っていようとも、生まれついた身分からは逃れられぬ。そう、私もだ。平民の母を持つような身分卑しき者は法王にふさわしくない。教会の誰もがそう言った。両家に生まれた無能な僧どもにしか法王の冠は与えられぬのだと。意図徳高く尊き前法王だが、奴が何をしてくれた。世の無常を嘆き祈る、それだけだ。神も王も法王も皆当然のように民の上へ君臨し、何一つ役には立たぬ。だが私は違う。尊き血など私にはひとしずくたりとも流れてはいない。だが私はここにいる。自らの手でこの場所に立つ権利をつかみ取ったのだ。私に従え、無能な王を極左から追い払い、今こそ新しい主を選ぶべき時。さあ選ぶがいい。我に従うか、さもなくば。そこにいる侵入者のように殺されるかだ。なるほどね。マルテロさんの演説は皆さんどう思われるんだろうな。自分はね、うん、言ってることはかっこいいことだと思ってるけど、これを民に、なんて言えばいいんだろう、民に強制するような感じには聞こえてたかな。だから圧政ですね。自分にとっては圧政っていう風に思えたけど、皆さんからしたらどうなんだろう。さあ今こそ僕の力を使って。なんでしょう。ぶわっ、飛んだね。おお、すげえ、見事。これはこれは
いいだろう。どうあっても私の前に立ちふさがるというのならば、手始めに貴様にこの手で引導を渡してやろう。はい、ということでマルチェロ戦でございます。マルチェロはこの杖持っても肌の色が変わりませんでしたね。ゼシカは思いっきり肌の色まで変わってたけど、速さはそのままですね。普通ですね。じゃあ行きますか。マルチェロは何してくるんだったかな。剣技がすごいって言ってたから、そっちの系統で多分強い技が来るんだろうな。ギガスラッシュとか来るのかな。まあでも戦い方は変わらないと思うし、まあ凍てつく波動が来るかどうかで全ては変わるんだけど、とりあえずテンション貯めるのは間違いないんで、この戦い方は絶対に間違いないから。しまったね、ゲルダで先に。あーでも先制取れてるか、ピオリも打たなくてもいいかな。あー魔法も打てるのか。あ、さすが憎き弟にまずはギリだけどね。メラゾーンも一発打ってきた。あーなるほど、凍てつく波動がここで来るか。これは不運だな。まあいいでしょう。貯める貯める。タンバリン貯める。やることは基本変わらない。ゲルダさんがゼシカより先に動くパターンがあるのか。これは要注意だな。かまいたち。ん？なんだっけこれ。全体攻撃。あ、強っ。あれなんだっけ今の攻撃。貯める貯める。タンバリン、ベホーマーラーで。あれは十字に切るのはグランドクロスだったっけな。確かそうだったと思うけど、たまらないか。とりあえず全回復。凍てつく波動があるのであれば戦い方は、でも言うてタンバリンあるから攻めに行こうか。ゲルダと主人公でたまりきらないか。そっか、主人公が素早さ負けることもあるのか。まあいいか。そうですね。扇の舞、サミダレ好き、不思議なタンバリン、ベホマラーで。これかっこいいよな。いいね、649。たまらないか。やばい、先撃たれたのはまずい。もう一回来るってことだもんな。グランドクロスだったらやばいんだけど。やばい主人公落ちたか。危な。ククール生き残ったのがせめてもの救いだな。これだとちょっと話にならんので、戦い的にピオリも一回撃ちます。あ、待った、メホも覚えてんじゃん。じゃあククール、ピオリム、ザオリクでいきます。まさか殺されるとは思わなかったな。素早さ勝ってると思ってたわ。少なくともククールは勝ってるもんだと思ってた。マルチェロに対してまさかだな。これはここで凍てつく波動、ピオリムが消された、十字切られた。そうですね。そしたらゲルダでピオリム打っておいて、貯めてタンバリン打ってベホマラーで回復します。そうか、マルチェロってこんな強かったんだ。え？嘘？やばい、誰に切っても死ぬ？危ねえ。これククールに来てたらやばかったですね。5溜まった状態でベホマラ。これ一回ピオリも打っててるんで、多分ククール先に動けると思うから。ああ、マジか、強えな。思った以上に強えわ。グランドクロスがやばい。お、溜まりきったね。珍しい。
あクリリンのことか。かっけえ。スーパーサイヤ人4みたい。ザウリック。でね、まあ、ここで来るんですよね。凍てつく波動が。動画的には来るやつ。お、通常攻撃。へぇ。はい、来た。知ってた。主人公のテンションが。ピオリン打たないとダメですね。ピオリン貯める、タンバリン。まだ600しか食らわせてないよね、俺ね。相当苦戦しそうだな、これ。レベル、平均レベル、これ、いくつまで必要？ 38 級くらいかな。持ち欲しいよね、40くらい。今38だからね。40、41くらい欲しいかなって感じするけど。主人公、OK。次、通常攻撃でお願いします。グランドクラスか。でも、ゲルダも耐えるでしょ、ギリ。OK。テンション乗った状態のベホマラー。さすがに強えなー、やっぱ。溜めて、溜めて、タンバリン。もう一回ベホマラー打つか。もうこれ、毎度くくるベホマラーになりそう。溜まりきらない。またいいタイミングでベホマラーじゃなくて凍てつく波動が来るから怖いよな。とりあえず全回復。ククルの MP がもう半分切れたか。ザラキ。うわ、ククルが落ちるのか。これはまずい。これはまずい。サミダレ好き。タンブリン。100までいけ。いかないか。100までいかない。いや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 、ククールが死んだのはまずい。これはまずい。通常攻撃。おお、強い。でもいいよ。ゲルダ攻撃したかったけどしょうがないですね。ここは回復に回ってもらいましょう。ザオーラル入るかなー。これは運だな。ゼシカ今50まで来てますよね。メラゾーマ。600、600、1200。メラゾーマでも600くらいは食らうかな。あ、食らわないか。今1600。あと、3000くらいかなー。あと3000くらいだと仮定して戦っていきましょう。ククール生き返るけど。メラゾーマがククル以外ジェシカに行ったかな。 OK。 次グランドクロスでもみんな耐えるでしょう。 OK。 ゲルダまだ50溜まった状態だったよね。危ねえ。ゲルダ攻めに入ってもらいましょう。あー待って、ククルがピオリム切れてるから、ここは扇の舞のベホマのタンバリンのベホマラで、今のでな、100に行ってくれればな、ベストだったんだけど、まあいいでしょう。これであと2、あと2500。とりあえずククール回復。よし、いいっすね、全回復。グランドクロスからの、かまいたち。うわ。ためる、ためる、タンバリン、ベホマラー。あ、これまずったかな。ククル先動け。ククル来い。オッケー、おねえ。やっぱグランドクロスからのなんかの攻撃がきついな。きついな、効くな。やっぱ強いな。ザラキ、やめて。あぶねえ。ジェシカはね、黄金のティアラはつけてるから多分大丈夫だと思うんだけど。さすがに強いっすね、やっぱね。ここは攻めます。主人公も攻めます。で、タンバリンでいきます。ククールを攻撃に回したいんだよな。
精霊の矢とか打ってみる。ちょっと MP 怪しいもんね。よしよしよし、主人公100まで行ったぞ。来た、クリレンのことか。かっけえ、スーパーハイテンション。50状態で奥義の前、これで残り2000。残り1200。 MP どれくらい？あ、いい回復、 OK。 残り1000。ククルに来たか。 OK、 貯める貯める。タンバリン、ベホマラー、ジェシカ今50か。いやー、あ、ジェシカギリた、あ、やばい、ジェシカ死んだかも。危ねえ、耐えた。でもかまいたち、主人公に来い。ですよね、まあしょうがないでしょう。エホマラジェシカ、次攻めてもらうか。タメル、メラゾーマ、ザオリクでいきます。これであと約600くらい。50たまる。ザオリク、ザラキ、オッケー、耐えきった、怖え。グランドクロス、いやー相当苦戦してんな、強えな、レティス級だなこれは。ゲルダにピオリム打ってもらって、サミダレズキ打って、ここはスーパーハイテンション狙いで、タンバリンで、ベホマラーで。よし来た、100来い。よし来た、よし来た。これは強い。クリリンのことかぁ。この赤みがかっこいいよな。そしてサミダレ付け。オッケー。うわ、強かった。何回やられた？ザオリク3回くらい使ったもんな。つえー。